はい、どうも、しあんです。ヒカル探偵事務所、続きからやっていきますよ。前回の続き。親父さん生きてたね。まさかの殺人鬼だった。びっくりした。殺人鬼って言ってたけど、殺人鬼じゃないのかな、そもそも。お、出れるね。お父さんずっと放置か。かわいそうだな、なんか。行くぞ、隼人、姫。お？この感じ。また来た？おい。え？何してんだよ、隼人。何してんだ、隼人。やばい奴らが来てるんだ。このままじゃ追いつかれる。俺が引き寄せとくから出発の準備してて。かっこよすぎだろ、隼人、お前。待てって。くそ。やばい、隼人助けなきゃ。姫はここにいろ。出発の準備を操縦席へ向かう。あいつ、なんか死にそうだな、隼人。俺のことはいいから。お前ら、先に行けよとか言いそうだよね。ちょっとやめてよ。もうなんか好きなキャラとかさ、いなくなるとさ、萎えるからさ。ね。なんとかして動かさないと。長押し、はい。長押しして、次は。はい、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 よし。よし、よかった、いい感じだった。隼人に電話しないと。大丈夫か、すぐ来るか、隼人。隼人、準備できたぞ。わかった、合図したら発信して。ちゃんと乗るのか、あいつ。ああ。お、今だ、光る。絶対乗ってねえ。あいつ絶対乗ってない。一番離れた時に電話したっしょ。助かったのか？姫の元に戻る。絶対そうだよ。一番離れて、そのやばいやつらが一番遠くに離れた時に今だっつったよ、もう。もうマジかよ、隼人。ただでさ、姫ちゃんだって犠牲になりかけてんのに。姫ちゃんじゃねえ、ミヤちゃんだ。姫、隼人は？来てないよ。は？あいつマジ。隼人、どういうことだ？ごめんな、嘘ついて。でも安心して、逃げ切って今部屋の中に隠れてるからさ。お前、霊気札持ってんのかよ。今、電車を止める。早く戻ってこい。ダメだよ、ミヤちゃん助けなきゃ。俺はちゃんと無事だからさ。だとしても、あんな場所にお前を置いていくわけには。大丈夫だよ。俺は自分で何とかするからさ。わかった。気をつけろよ。もちろんさ。じゃあそろそろ切るな。うん。待て、ヒカル。なんだ？おい！嘘でしょ？もう少し話さないか。マジかよ。なんでだ？別に構わんが、電波がいつまで届くかわからんぞ。うん、わかってる。そういえばヒカルがさ、昔俺に言ってくれた言葉、覚えてる？いつの話だよ。俺がいじめられてた時だよ。隼人は俺が一生守るって言ってくれただろ。恥ずかしいから、その話、やめねえか。はは、でも俺、すごく嬉しかった。あの頃は弱くて、何もできなかったけど。絶対にいつか、光にその言葉を言い返したいって思ってた。はは、もう、その話はやめようぜ。恥ずかしいって言ってんだろ。はは。マジかよ。こんなロストの仕方ある？ヒカル、これからも友達でいてくれる？当たり前だろ。そっか。ヒカルと出会えてよかった。友達になれてよかった。もっと。あっ。おーい、ここで電波が届かないのかよ。切れちゃったか。本当に？ああ、もっと光ると。遊びたかったな。ちょっとやばいんだけど。いやでもまだわかんないよね。お父さんだって片腕なくなっても今、なんかロボットみたいな感じで生きてたし、ワンチャン治す方法あんのかな、隼人。死ぬと思わなかったな、隼人は。さすがに切れたか。本当に大丈夫かよ、隼人。大丈夫お兄ちゃん。全然大丈夫じゃない。あ、ごめんな、心配かけて。ミヤを助け出してすぐ隼人のところに戻ろう。姫、聞いてくれ。なーに？死神を止める作戦を話す。お、ちょっと大変だ。止めるって言っても霊気札でどうにかするのか、何かに憑依させて始末するのか、どっちだろうね。そこが気になるところ。お父さんはもうあそこで終わりなのかな。もう出てこないのかしら。あ、終わりだ。最終章だね。光探偵事務所、運命の分かれ道。音。なんかエンド2つあるとか書いてあった気がしたんだよな、確か。ちょっとうろ覚えで申し訳ないけど。行くぞ。やるぞ。倒すぞ、死神を。姫ちゃんとかどうするんだろう。成仏するのかな。この数年間、本当に待ち遠しかったよ。あずちゃんもちゃっかり囚われっぱなしだしな。だがこれで、ようやく実験に終止符を打てる。そろそろだな。夕霧光は私のしもべが捉えているだろう。いやもう全然捉えてないけどね。予定と少しずれたが、これで終わる。光はあなたの計画通りに進まないわ。ふははは。何を言ってももう無駄だ。さてと、時間だ。お、となる。モニターをつけ、お前ら2人が映ったとき、すべてが終わる。は？怖い。なんかドキドキするね、この瞬間。行くぞ。ははは、これで終わりだ。ほら、来た。いないからね。チッ。もう逃げてるからね、ダイナマイトで。お？少しは逃げ回れているようだな。ちょっと落ち込んでる。怒った顔が可愛いぞ、あんずちゃん。じきに待てば。本人たちが登場するからね。来た。小杉だろ、登場の仕方、光る。よーし、死神。なんかブリーチ思い出した、今。光る？ようミヤン、助けに来たぜ。なぜここが分かった？ミヤちゃんのヒントがあったからだよ。シュウヤンじゃ絶対気づけなかった。この状況少し予想外だが、まあいい。これ待てよ。バトル始まりそうな気がするぞ。目の前で2人が終わるのもまた素晴らしい作品になる。あ、間違えた。C をしてた。夕霧光、こいつを殺されたくなければ、今ここで自殺しろ。そうすれば、こいつだけは助けてやる。目に見えた嘘はつくんじゃねえよ。俺は死ぬつもりもないし、ミヤだって死なせない。ここまで来てカミカミだぞ、シュウヤン。下回ってない。ははは、どっからそんな自信が出てくるというのだ。ごちゃごちゃうるせえ。お、何投げた今。え？ははは、おじけついたのか？違う。お前には負ける気がしないんだよ。はったりはやめておけ。はったりなんかじゃない。理由は、仲間がいるからな、姫ちゃん。は？姫！お、来た！あ、今人形投げたのか。お、撃つた。お、霊気札かましたってこと？これで終わりだ。姫ちゃん、相当動きの綺麗よかったね。おおって。なぜ霊気札をお前が拾ってきたよ、さっき。ハンズ！光る。ハンズちゃんは助け。うわ、ハンズから出てけ。ダメ。なんでダメ？え？クソテレレだと。おい、ハンズちゃんそのまま自害しようとしてるだろ、お前。逃がしてたまるもんか。ダメだって、友達2人もいなくなっちゃうのかよ。え？ヒカルくん。私を殺して。なんでよ、なんでその選択になるの？は？何言って。私を殺せば私の中にいるこいつも一緒に殺せるはず。なんで感づいたんだな。だからお願い、私を殺して。光くんが助かるなら私はそれでいい。なに、あずちゃんも隼人もそんなに光に救われたのか。だからお願い、光くん。いや、殺さないでしょ。いや、ダメ。ダメだよ、そんな。え、人形に移せばとかそういう方法じゃダメなのかな。お前を殺すことなんてできない。できるわけねえだろ。なんでよ、バカ。お、出てくるぞ。ブワーって言ってる。出てきた。手こずらせやがって。なんて精神力だ。私の力が半分も持っていかれるなんて。お、弱ってるってこと？だが、もういい。実験は失敗したが、お前らはもうここで抹殺する。殺される。な、てめえ。はは、無駄だ。恐怖に怯えて死を待て。うそ、いなくなっちゃった。待て。予想外すぎるでしょう。どうしろと？な、引かれる。これどうしよう。姫ちゃんとか外出れるの？くそ、取れねえ。まずい。このままじゃ。殺さなきゃいけなかったってこと？ごめんね、ヒカル。私がもっと早く死神を倒してれば。何言ってんだ。まだ終わってねえだろ。でも、ヒカルくんの言う通りよ。マドちゃん、まだ動ける？ハンズさん、ハンズ、大丈夫なのか？私のことはいいから、解いて、ヒカルくん。どういうこと？何した今？引きちぎった？嘘。死神の力半分奪ったってことか。チート級だな、アンズちゃん。やっぱ残ってんだ、力。おい、その力。まだ死神の力が残ってるのか。もしかして、死神が言ってた力が半分持っていかれたっていうのは、ほんとそういうことだったね。読んで字のごとくだったね。半端ねえ。ファンタジーな話になってきた。死神の力が半分残っているってことか。みんなごめんなさい。私のせいでみんなに迷惑をかけた。いや、あんずちゃん何も悪くねえ。だから、今度こそ、閉ざされた道は私が。オッケー。みんなついてきて。どうしたらいいですか？でも待ってくれ。隼人がまだあっちの施設にいるんだ。大丈夫。起爆システムはあっちの施設にあったけど、爆弾が仕掛けられているのは評価層だけだった。ちゃんと記憶までしっかり把握してんだね。とにかくここから出ましょう。まさかの安全ちゃん操作だった。しかも常時ダッシュモード。セーブしよう。セーブできなかった。こっちでいいのかな？はい。これだったらね、敵が来てもなんか一撃で倒せそうな気がする。風で閉まってる。違った。壊すしかないわね。おっと、長押し。はい。安全ちゃんチート級だな。これ一生その力残ってんのかな？おっと、また来た。はい。よっしゃ。半端ねえ。かっこいいんだけど、あんずちゃん。シアン、こういう展開好きよ。なんか、最初はミステリーやってたつもりだったけど、いつの間にかファンタジーになってるね。なんかこうさ、普段弱いと思ってるキャラがチート級の強さ手に入れると燃えるよね。わかる？この感じ。はい。いくよ。んで、またか。多いな、壊すところが。しょうがないか。相手も必死だもんな。早っ。今ずれた？いや、わかんない。いた。早すぎでしょ、あれは。で、こっち行って。おっとっと、指が。はい。あっと、ここは。こっち？もう速攻出れんじゃん。早っ。いや、隼人どうするよ。隼人とお父さんどうするよって感じだよね。入れない。いた。これで終わりよ。いった。でも死神はまだ生きてるんでしょ？その死神をどうしないと。セロ！ちょ、待って、姫ちゃん出れねえんじゃね？あれ？どういうこと？爆発しない？騙された？爆発しなかった？どういうこと？助かった。止めたんじゃん。お父さんが止めたんだよ、きっとあっちの施設で。お兄ちゃん。姫ちゃんも無事だしね。あんず、大丈夫か？今は、なんとか。一刻も早く病院に連れて行こう。ミヤ、ハンズを頼む。俺は隼人を探しにもう一度戻る。入ったらまた爆発するんじゃね？大丈夫か？待って、ヒカル。一人で行くのは危ないわ。頼む。隼人と約束したんだ。これで現実見るってこと？もう、分かったわよ。姫ちゃん、ヒカルについて行ってあげて。じゃあ、姫ちゃんがいるならまだ。姫ちゃん、自爆霊的なやつじゃないから、ここに残る必要はないんだね。よかった。行くぞ、姫。てっきり姫ちゃんはこの館から出れないとか思ってた。杏は病院に搬送され、診断の結果、医師から栄養疾患と言い渡され、大事に至らずに軽い入院で済んだ。そして隼人を探すためにもう一度死神の実験施設に戻り捜索したが、隼人を見つけることはできなかった。隼人、その後俺は警察に捕まり、事件についての資料、死神の実験についての資料によって長い裁判を経て俺の無実を証明された。なんか光被害者だよな、本当に。しかし俺は無事に釈放されたが、ミアに問題が起きた。脱獄させちゃったもんな。システムの不法改ざんや傷害罪などの罪に問われ捕まり、ミアの探偵事務所は閉鎖せざるを得なくなったのだ。え、何年捕まっていっぱなしになるのこれって。え、警察が無能なのが悪いんじゃん。なんかたまったもんじゃねえな。おあ、ミアちゃん、なぜこんなことをしたんだ。だから何度も言っているじゃない。怒ってる。ぷくって怒ってる。いい加減にしろ。お前の寝ぼけた話に付き合ってる暇はないんだ。私だってあなたの寝ぼけた顔なんか見たくないわよ。喧嘩売ってるな。お、電話が来た。もしもし、早川だ。あ、シュウ君。そういえば久々だな。早川だ、中曽根宮の家宅捜査は終了した。お疲れ様です。どうでした？特に犯行の動機につながりそうなものは何も見つからなかった。隠したな、シュウ君。やりやがるぜ。そうでしたか。今から署に戻る。了解です。証拠は見つかったようだぞ。白状したらどうだ。おい、嘘ついてるぞ。証拠は見つからなかったって言ってたじゃない。本当だよ。嘘雑だよ、お前。お前耳いいな。君がちょっと雑いんだよ。あんた。これはみやちゃんどうなんの？でもやったことは悪いことだしね。ん？どうした？もしもし、シュウだけど。お、シュウ、何の用だ？悪いけど今から署まで来れないか？見せたいものがあるんだ。ん？わかった。何？さてと。いや、絶対証拠あったでしょ。全くないなんてことないと思うんだ。待って、隼人とかどうなったんだろう。これ、杏ちゃんを殺したらまた見れたのかな。よーしゅう。ああ、光る。悪いな、わざわざ。どんぐらいかかったんだろうね、無実証明すんのに。見せたいものってなんだ？探偵さんの家で見つけたものなんだが。なんだこの名刺。光探偵事務所。どこの事務所だよ。あ、まだ記憶戻ってないんだ。電話番号を見てくれ。これってお前の高校の時の電話番号なんじゃないか？ん？ててててて。なあ、シュウ。俺って高校の時、将来について何か言ってたか？その逆だよ。俺が聞いても何も教えてくれなかったじゃないか。あ、そうなんだ。恥ずかしくて言えなかったのかな。そっか。となると、そうか。ミアが言っていた条件ってのは、あ、2人で探偵やりましょうってことか。あ、やばい。ちょっと鳥肌がやばいぞ、今。は？おい、シュウ。間違えた。ごめん、悪いだった。悪い、シュウ。急用思い出したから、帰るな。ああ。行っちゃうのね。あとこれ、少し預かっててもいいか？いいけど、何かあったら返せよ。はあ、特に何もないだろうけどな。ててててて。光があんなに笑ってるの、いつぶりだ？待ってくれ、隼人が気になるんだが。この二人の、なんつうの？みやちゃんと光の結末も気になるんだけど、隼人のことも気になるんだけど。あ、もうこんなことするんじゃないぞ。え、許された？するわけないでしょ。ほら、さっさと行け。許されたぞ。言われなくても分かってますよ。いや、これは何年か越しの釈放なのか、どっちなんだ？やっぱさすがに許されねえよな、脱獄させたら。ん？はっ。どうした？光だろうな。あ、やばいぞ、これ。泣くぞ、俺多分。大丈夫かな？泣かないかな？ああ、久しぶりだな、ミヤ。あ、やっぱ何年か越しなんだ、これきっと。なんで私の前に現れたの？死神の実験を忘れたわけじゃないわよね。何のことだ？俺、お前みたいに記憶力ないから忘れちまったよ。バカにしてるの？その逆だよ。それとお前に渡さないといけないものがあるんだ。え？うわ、やばいって、これは。二人結婚したりとかあんのかな？なんかその続きの話みたいね。あ、これって、なんでヒカルがこの名刺を。待て待て、よく見ろ。ん？え？何を書いてあったの？電話番号が違う。なあ、ミヤ。ちょっと待てよ。まだ私、心の準備ができてない。え？なんでだよ。だって。ミヤ。やばい。俺と一緒に探偵になってくれませんか？めっちゃ終わりかっこいいんだけど。おお。待ってくれよ。隼人はどうなったんだ一体。行方不明のまま？お父さんだってあれ生きてたってことでしょ？なんか謎が残ったままだな。別ルートで解明されんのかな？ちょっと調べてみようかしら。うん。これ、ミヤちゃん泣くわな、最後。ちょ、やばかった。つられ泣きするとこだった。ちょ、一瞬だったからまだ助かったね。長引いたらやばかった。おい、ミヤ、話と違うぞ。写真撮影の時ぐらいいいじゃない。もう二人ともいい加減にしてよ。あんずちゃんもまさかメンバーになったの。死神の力残ってんのかな。喧嘩は良くないよ。姫ちゃんもちゃっかり探偵事務所のメンバーになってる。いいな、このメンバー。ヒカルはこれからずっとここに座れるからいいじゃない。あ、そっか。ヒカルがリーダー的な感じなのか。ヒカル探偵事務所だもんね。じゃんけんで今日の撮影場所決めようってミヤが言ったんだぞ。それでミヤが負けただろ。わがまま言ってんのか。だって負けないと思ったから。今日ぐらい。あ、怒ってる。二人とも。あ、まだ残ってんのか。おい、とんでもねえな。異能力探偵事務所になってる。子供じゃないんだから早くしてくれる？すみません。すみません。二人して謝ってる。あ、姉ちゃんの勝利。じゃあ、あんずちゃんそこに座るしかねえな。もう、じゃあ撮るから並んで。写真、写真。それ、姫ちゃん写んねえんじゃねえてか。じゃあ撮るよ。姫を写す方法が。なあ、ミヤ。なーに？姫ってカメラに写るのか？写らないよ。あ、だよね。なんか人形に入れるとかしないと映んないよね。あ、これ最後の写真見れんのかな。あ、そうなっちゃうわよね。かっこいいんだけど。ヒカル探偵事務所。ハッピー、あれ嘘。嘘。ハッピーエンドなの？え？待ってよ。ハッピーじゃないよ。シアまだ心救われてないよ。おマジ？クリア5。クリア5。5。ちょ、待て。クリア5をちょっと見ようか。隼人くんが。隼ちゃんが。どうなる？ん？お、あれ？これ二人暮らししてる？まさか、付き合っちゃった？おはよう、ヒカル。ああ、おはよう。結婚したの？さあ、今日のニュースは幽霊の証明写真。昨夜 SNS で話題になった証明写真機に置いてあった1枚の証明写真に迫ります。姫ちゃんじゃね？違うかな。見事に幽霊みたいに撮れているわね。それに背景が白なのがより一層引き立てているわね。もしかして死神の正体だったり。え？反幽霊は写真に写らないだろう。冗談に決まっているじゃない。それとその話。お姫様、違うな。お姫の前ではしないでね。昨日からずーっといじけてるから。そうだよな。映んないもんな。わかってるよ。てか、お姫って呼び方は何なんだ？お姫様からお姫。刑務所にいた時、どっかの誰かさんと違って、毎日会いに来てくれたからね。優しいな、姫ちゃん。そっか、投下できるしね。悪かったってば。ね、ヒカルはこの証明写真どう思う？ん？待って。隼人が反幽霊になってるとかそういうことあるかな。それあるな。それはそれでハッピーなのかどうなんだろう。この証明写真の見つかった場所の昨日の天気って雨か？あ、違う？三角圏は曇りのち雨だったはずよ。そうか。また推理が始まったぞ。要はこの証明写真に写る人物がどうして幽霊のように透けているかだ。また理論付けで何かを言おうとしてる。一見この写真は確かに人が透けている写真に見えるが、別の見方をすると曇っている写真とも言えるだろう。ん？ああ、なるほどね。ではどうして曇った写真になったのか。考えられるのは証明写真機のレンズが湿気で曇ったからだ。天気の影響でな。そして背景が白だったため、曇った写真がまるで幽霊のようになったってわけだ。ん？たまたまの奇跡。なるほどね。いい頭の体操になったわ。シュウカ。シュウカ。もしもし？え？シュウだけど、今死神事件についての報告会が終わったところだ。ああ、どうだった？反幽霊については案の定大騒ぎだったよ。だが今までの事件に全て辻褄が合っていたのも事実で、みんな半信半疑だったな。まあそうだわな。信じられないよね。そりゃそうだよな。それと、あの実験施設や評価層のつながりについてだが、いろいろと分かってきたよ。お？ミヤ、メモ。スピーカーにして、後でメモ帳に一軸書いておくから。そっか。暗記できるもんね。了解。すまん、シュウ。それで。ああ、まず評価層の地下にあった地下鉄についてだが、あれは7年前に廃止された東川線のものだった。そして実験施設は廃止された駅構内を改装したものらしく、工事は真川建設会社が担当していたそうだ。その建設会社は？調べによるとこの会社は評価層の改装にも携わっていたらしい。なら評価層にあった地下も駅構内を改装したものなのか？ああ。次に実験施設についてだが、書物や機械のデータは完全に消されていて、機械の用途もまだわからないままだ。正直収穫はほとんどない。爆破プログラムについてもデータがない状態では確かめようがないのが現状だ。それとヒカルが調べてほしいって言っていた死神殺人事件の被害者の少女についてだが、まだ終わらないかこれもしかして。まだ他の捜査で手が離せない状態だから、もう少し待ってくれ。わかった。それで、隼人については、そこだよ。そこが一番気になってる。前も話した通り、隼人がヒカルと電話していた場所は、実験施設のさらに奥にある部屋だったのは確かだった。だがそこからの足取りが全くつかめていない状態だ。ヒカルが実験施設でいたっていう謎の男も見つかっていないしな。そうか。ええ。じゃあ俺は捜査があるから、またな。ああ、ありがとな。探偵として隼人探し行くしかねえな、これ。評価層や実験施設が東沢線につながっていたなら、そこから死神の行方を探せるかもしれないわね。そうだな。だけどまだまだ謎だらけだ。謎の男の行方に爆破しなかった爆破プログラム、それに姫や隼人だって。俺は、あの時。ヒカル、隼人君は大丈夫。状況からして無事の可能性の方が高いでしょ。いやでもな、シュウヤンの視点から見たら腕取れてたしな。分かっているさ。分かってる。隼人は絶対に無事だって。おーっと。これまさか次回作出るとかそういうオチなのかな。お、なんだ。おっと、隼人視点じゃねこれ。おっとっとっと。隼人が切ったってこと？え？なんや、まだ終わらないのか。気になるじゃん。やるよ。おまけ部屋ってなったけど。おまけ部屋ってなったけど。見る続き。大入り。おまけ部屋行くよ。もちろん行くよ、そりゃ。え？ BGM が変わった。嘘でしょ？はやっぴーマジでか。真ん中の人は誰だ？じゃあ、みやちゃん。最後までプレイしてくれてありがとうね。いえいえ、楽しかったです。なんでピアノのそばにいるかって？それは弾こうと思ってたからに決まってるじゃない。弾けるの？私はどんな事件にも対応できるように、楽器も弾けるように日々鍛錬を惜しまないのよ。そうなの？関係あるの？ヒカルのために頑張ってるのかって？否定はしないわよ。おいおいおい。もう結婚してくれ。もううるさいわね。私はヒカルにふさわしい人間になるって約束したの。可愛いんだけど、めっちゃ献身的じゃん。まあこの努力の末、私は制作者から動く電子辞書だったり、動く万能女とか呼ばれてるんだけどね。ひでえ。リトル評価さんひでえ。それじゃあお話はここまでね。はい。本当にプレイしてくれてありがとう。またいつか会おうね。よかった。バイバイ。おっと、次回作あんのかな？隼人視点で出んのかしら。最後までプレイしてくれてありがとう。今回俺の力不足で推理シーンで分かりづらいことがあったらごめんな。いや、だいぶ分かったよ。むしろシュウヤン全然分からなかった。長光る探偵事務所として活動する時までには腕を磨いておくから待っていてくれよな。おい。まあそのためにはいろんなことを勉強しないとな。まずはミヤちゃんと愛を育んでくれ。これからの制作者の努力に期待するしかないな。そういえば、親父はなんで探偵になったんだ？そこまだわかんないかもね。いつかわかる時が来ればいいんだがな。あ、これ次回作作りそうだね。それじゃあ本当にプレイしてくれてありがとな。またいつか会おう。バイバイ。姫ちゃん、可愛かったよ。プレイしてくれてありがとう。可愛い。私の謎は今回はお預けされたけど、いつか本当の私を知れる時が来たらいいな。やっぱ出るのか。もう出てんのかな。ちょっと調べてみよう後で。お兄ちゃんの推理に期待だね。じゃあまたいつか一緒に遊んでね。バイバイ。はい、あんずちゃん。なんだかんだ最強キャラになったね。さあ最後までプレイしてくれてありがとう。私は最後にしか見せ場がなかったけど、どうだったかな？かっこよかった。嫌われ役になってないといいんだけど、全然嫌いにならないよ。そういえば私が隼人くんと同じ学校になったことがないのに、仲がいい理由はある事件がきっかけなんだよね。え？私が隼人くんと同じ学校になったことがない。あ、そうなの？学校違うの？実は、あ、光くんにこのことは口止めされているんだった。何どういうこと？光くんに許可が取れたら大学生活について教えてあげるね。マジ？本当にプレイしてくれてありがとう。隼人気になるんだけど。最後までプレイしてくれてありがとう。ありがとうございます、シュウ君。俺の活躍は今回なかったけど、また機会があったら頑張っていきたいな。お、頑張れ、応援してる。じゃあまたいつか会おうな。バイバイ。おい、お前どうなったんだ一体。あ、ちょっと飛ばしちゃった。俺がいなくなって寂しいって俺のモテ期がやっと来たか。だいぶかっこよかったよ。そういえば、今作で俺の気配を察知する能力については何も触れなかったけど、やっぱなんかあるんだ。ゲームの反響次第で能力についてや、俺とヒカルの出会いも伝えていけたらいいな。それじゃあバイバイ。あ、なんかさらっと言っちゃったな。じゃあこの真ん中の人何？誰？あ、リトル評価さん。こんな感じなの、リトル評価さん。プレイしていただき誠にありがとうございました。制作者のリトル評価です。光る探偵事務所は2015年に制作を始め、部活や受験などが重なり完成するまでに2年もかかってしまいました。マジか、超大作だね。もちろん2年という年月が経ったのは、忙しかったという理由だけではありません。学生さん、高校生の時に作ってたのかな？大学生の時作ってたのかな？どっちだろうね。私は今回の光る探偵事務所が所蔵作であり、自分の力不足だったということが一番の理由だと思っています。あ、そうなの？所蔵作なの？なんかもう一個なかったっけ？こんな未熟な私ですが、ゲームは楽しんでもらえたでしょうか？皆さんの心に残るゲームになっていればいいなと思います。だいぶ残った。うん。謎も残ってるからね。そこの究明がいつかできたらいいね。さてさて、堅苦しい挨拶は終え、皆さんは光る探偵事務所の全ての謎にお気づきになりましたでしょうか？何？まだ謎隠されてるの？ゲーム上、光くんの推理だけでは語りきれなかった謎はいくつもあります。マジ？例えばノーマルエンドとハッピーエンドの違いを比べると、ある真実がいくつか浮かび上がったりするんです。マジか。倫理的に分析すれば簡単に真実が浮かび上がるので、ぜひ考えてみてください。いや、わかんねえな。リトル評価さんの推理難しいからな。マジ公園で積んだもんね、秒殺で。しかし中には面倒な推理が苦手だという方は、私の YouTube チャンネルで解説していこうと思いますので、ぜひご覧ください。あ、なるほど。それはいいかもしれない。裏話などたくさんしていこうと思いますので、ぜひ足を運んでみてくださいね。最後に次回作についてですが、光探偵事務所の反響次第で考えていきたいと思っております。光探偵事務所の詳しい情報は Twitter などで伝えていくので、よければリトル評価で検索してみてください。感想などもお待ちしています。はい。では私の話はこれで終わりにします。またの次回お会いしましょう。あ、じゃあ終わりだね。はい。ということで、今回で光る探偵事務所を終わりとさせていただきます。かっこよかったね、お話。まあ、続き出るんだったら、隼人くんがどうなったか、ね、気になるね。爆弾止めたの隼人っぽい感じの演出だったね、あれは。うん。まあ、それでは、シアンでした。またね。